ション、今大会からオーバーアクションも厳しく罰則を取るそうです。何の話かというとサッカーです。サッカーのピッチで例えばスライディングをかけられた時に引っかかっていないのに足を引っかけられましたとわざと倒れる、そうやって審判からのファールを誘う、そんなオーバーアクションのプレーを厳しく罰則して罰していく方針だそうです。まあ、そうは言ってもお笑いの世界ではオーバーアクションが基本です。お二人がこれまでに目撃したそんな大げさなというリアクション王どなたでしょうか。リアクション王どなたね、なんかそんな風にまでっていう電車内での時間、はいはい、で言いがかりっていう場合がよくあるっていうじゃないらしいですね。本当にやってるやつもいるけど、時間行為されましたみたいな、あ逆に、してないのに、ありますよね。電車乗んねよ僕もね、東横線とかよく、なんか気をつけるもん、あ万が一言われたら嫌だなと思って手を挙げてる、すり替わり予定に何もってオーバーアクション。でもな、おたちの仕事では結構それが当たり前だからな。そうですよね。でも下手にオーバーアクションとうまいのとね、それ臭いのとギリギリなんだよな、下手にやると臭いわお前の芝居はってなるし、うまいと本当大丈夫ってなるよね。俺なんか結構リアクションとかでも結構多いから、なんかの時にガーンってぶつかったようなふりして、オーバーにやるんだけど、痛がってやるんだけど、でスタッフがガーッと来るのね、大丈夫ですか、何があって、いや別にぶつけてねえよ、あすいませんとかってあるよ。あーそうですか、それ練習するんですか、密かに隠れて、うちでそれは練習したことない、それでもそんなにうまくできちゃうっていう、練習するようじゃダメなのよこういうのは。ダメなんですかね、なんとなくできたんじゃない、天性のものなんですかね、それはあると思うよ、できない人は一生できないだろうしね、やろうと思っても、こうもうあまりにも熱って熱いものを食べてる時も、あれもオーバーアクションの場合って多いんですかね。本当に熱いがいいとか、辛いわさびがいっぱい入ってる罰ゲームとかであるよね、辛子がいっぱい入ってるあの肉まんだとか、それは結構あるでしょうね、そうじゃなかったら体持たないですね、持たないよあれ。熱湯なんかはあれは本当はそんなに熱くないっていうふうにしてるんだけども、あと熱がりゃいいんだけどね、そうですよね、熱がるって言ってもね、関西系のあの人はどっちかちょっとマジに来るね。マジに来るってどこですか。前浜ちゃんなんかの番組でね、すでに鉄の棒がコーンと落ちるってやったのね、すねギロチンとかって、いや痛い、マジ痛くてリアクションっていうのまず痛いなくなると腹立っててるから俺はそんなしなくてもちゃんとリアクションでうまく笑い取れるよと思ってるから、あざになるしね、いやすっごい、そこまではしたくないってやつだね。本気で痛いしね。あじゃあ関西のはリアクションよりも本気のものを求めてるっていうケースが多いって見てるかな。俺たちは割と例えばタバスコなんかでも、瓶はその瓶だけども中身変えるとかってするからな。わさびもなんとかして食品とかいろんなもの使ってわさびに見せる、ないとかって、からしもね、で実際はそんなに辛くないとかって、いや辛くする時もあるよ、あるけど違うのもある、そうそうそう、おでん屋さん行ってこのからしいくらって、からしはお金取れないよじゃあって、すごい腹減った時にからしをいっぱい食うとか芝居する時には嘘もんだよそれは。まあ、サッカーなんか見てるとそこまでって言ってて急に走ったりするからね、でもやはりプロレスなんかはリアクションが勝負だもんね。そうですよね、あれがなかったら何にも面白くないんですもんね。そうそう、だから外人のレスラーはうまいですよやっぱりね、うまいね、やっぱりね、痛がるとかはね、そうですね、そう、それが下手だったね馬場さん、馬場さんはそんなにうまくなかったですよね。でも許されてましたからね、それがまた大きいからしょうがないんだけど、それがまた面白かった、まあでも日本人はこうジェスチャーが得意じゃないっていうのがあるからっていうのもあるんですかね。それはあるだろうね、佐田さんなんか歌ってるなんかそう似合うからいいけど、似合わない人やるとね。それは言えてますよね。お前やめたらそれみたいな感じで、似合ってないかもしれないみたいな。確かに、そうですよ、ね、でも難しいですよね。それかっこよく見せるのはね。なんかね、難しいと思うよ。にじみ出るもんがあるのよ。にじみ出るものがね、あるんですよね。どれもすりゃいいってもんじゃないのよ。
滲み出るものか。自然にできるのとね。そうですかね。ではお送りします。沢田研二さん、バラード491。